116丁目コロンビア大学駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅で、ある。マンハッタン区、モーニングサイドハイツのコロンビア大学最門前、ブロードウェイと、西116丁目の交差点に位置し、位置系統が、終日停車する。駅名の通り駅の目の前には、コロンビア大学及びバーナード・カレッジが位置している。 駅は1904年10月27日、マンハッタン本線のシティホール駅から145丁目駅間が開通した際に開業した。1948年4月6日、103丁目駅、ダイクマンストリート駅間の各駅で、ホーム有効長の延長が行われた。以前は6両編成までの入線に対応していたが、延長工事により10両編成の列車の入線に、 対応できるようになった。ただし、125丁目駅のみ2ヶ月後の1948年6月11日に延長が行われている。駅は2004年9月27日にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。南広ホーム、1978年撮影駅は、相対式ホーム2面と観光線二線、急行線一線を有した2面三線の地下駅で、 中央の急行線は定期旅客列車の設定はない。また、96丁目駅、バンコートラントパーク -242 丁目駅間では、南交換光線が BB1 線、急行線が M 線、北高観光線が BB4 線と車内で故障されている。なお、この故障は旅客案内では用いられていない。ホーム間連絡通路を兼ねている改札口は、 ホーム北端上階にあり、南北ホームから階段が接続している。改札口からは、ブロードウェイと西116丁目の交差点北東、北西にそれぞれ2つずつ階段が出ている。また、北港ホーム南端には別の改札口があり、ここからはブロードウェイと西115丁目の交差点東側へ階段が1つ接続している。ありがとうございます。